分。必殺ダークフレーム系ソード。何ダークフレーム系ソードって。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回はケースシャープ5、愛憎のフィナーレ。深夜の返事がない。扉に体当たりしたその先に待っていたのは、今までさ、こういう続きとかなかったけど、これ前回の終わりからの続きやんねん。めっちゃ気になるんやけど。どうなったんね、めっちゃ気になるよね。愛憎のフィナーレ。せーので扉を壊すぞ。手伝え。ああ、わかったのさ。せーの。どうなった？あ、開かない？びくともしないのさ。深夜、返事しろ。深夜なんだなんだ、騒がしい。どうしたアホだ。深夜が出てこないんだ。え？これは緊急事態かもしれないね。なんとか開ける方法を考えよう。あ、わかった。深夜、一度ならず二度までも。待ってろ、すぐ助けてやるからな。そんな大変なことなん？愛憎のフィナーレ、深夜事件。一刻を争う事態だ。みんなと相談してトイレのドアを開けない、ん？開けないとな。捜査開始。犯人の手がかりをつかめ。何犯人って。でも俺と赤毛の力じゃ、扉はびくともしなかったんだよな。ヒカルは？僕と赤毛でも扉を壊してみるから。アホだ、みんなに話してきてくれるかい？なんで二人になるの？そこをプラスして3人になればよくない？期待してないけど、ここは2人に任せよう。期待してあげてたしょ。ほらほらほら、レディーたちに知らせてくるのさ。レディーたちに知らせてくるのさ。意外だな、赤木が譲るなんて。華麗に救出するのは王子の役目。モブはすっこんでいるのさ。目立ちたいだけだった。ちょっと一瞬犯人かなと思ってしまったけど違うか。さすがに2つ続けては違うか。こんなところに下層道？誰だよ、こんなところに下層道を置くアホは。スタッフ以外ないんじゃないの？要はその何、イカレンジャーかなんかのってことやろ。もぐもぐもぐ、何バナナ持ち歩き。さくら聞いてる？深夜が今トイレの中に。もぐもぐもぐ、あのバナナタイムのところ悪いんだけど。何バナナタイムって。ん？あ、そうだそうだよ、さくら、お前のパワーがあれば。ダメよ。まだ何も言ってないじゃん。さくらのパワーを使ってトイレを開ける気でしょう。緊急事態なんだからいいだろ。それはそれ、これはこれ。さくらを男子トイレに入れるなんて絶対に許さないわ。今回ばかりはさくらのパワーには頼れないか。ストーリーが進行しました。今回はさくらのパワーが使えない。まあしょうがないよね。よね。深夜がまだトイレの中？多分、でも返事もないしな。あのプライドの高い男の子だよ。返事なんて恥ずかしくてできないだけでしょ。そんな感じじゃないんだって。心配しすぎだと思うけど。これがさくらだったら大慌てしてるくせに。あれ？あの子は？しずくちゃん。パンダの乗り物だ。50円入れると人を乗せて歩いてくれる。どっかパンダも悲しげな目をしている気がする。気のせいだと思うよ。あのおばちゃんがいた焼きイカ屋だ。どうやらあのおばちゃんはいないみたいだ。思い出すだけでも。う、呼んだかい？うわー、もうトラウマやん。ん、これは赤木メダル。意外と目を凝らさん。お、はい、赤木メダル。深夜さん出てこないんですか？そうなんだ、扉を壊そうとしたんだけどダメだったよ。ここもなんかあれなんよね。何かしらなんもないんかな。深夜のこと好きなんよね。あの中にいるのは本当に深夜さんなのでしょうか？え、別の方がトイレに入っている可能性もありますし、無理に開けるのは。確かに確実に深夜だと決まったわけじゃないけど、深夜じゃなくても今助けない理由にはならないよ。アホダさん。そうですね、アホダさんの言う通りです。私も何か方法を考えてみます。さあ、でもあともう調べられる場所は
なさそうなんよね。うん、ないっすね。現場の男子トイレだ。トイレにしては割と広いな。なんかあった？レディたちに話を聞いたかい？ああ、これと言っていい案は出てこなかったよ。それは君が悪いね。え？レディの良さを最大限引き出すのは紳士の役目さ。その結果がこの男なら俺は紳士じゃなくていいや。確かに確かにね、今まで2つの事件の容疑者にもなったわけやし、容疑者っていうか犯人。ごめん、僕と赤木でもやってみたけど開かなかったよ。じゃあ3人でやってみよう。いつでもカモンなのさ。じゃあ行くぞ。せーの。ダメなのさ。男3人がかりでもダメとなると力じゃなくてスピードが足りないのかもしれないね。スピードを出すにはどうすればいいんだ。まあどう思いついたのさ。ローラースケートを履けば勢いがつくんじゃないのかい。でもそれ力がなんか出せそうにないけどね、今度は。うん、それならいけるかもしれないよ。ヒカルもバカか。で、どうやってローラースケートを手に入れる？悪いけど僕はあまり手持ちがないんだ。赤木も服が買えないレベルだし、俺に至っては無一文。難しいけど買うのは諦めて、ローラースケートの代わりになるもの探すしかないんじゃないかな。そんなものある？ストーリーが進行しました。ローラースケートの代わりとは、本当よね、代わりとはよ。ローラースケートなんだけどね。なんだ？僕がローラースケートで歌って踊ったらイケてるんじゃないのかい。要は光源氏的なね早く探さないとな。頼んだよアホだ。分かってる、ローラースケートの代わりだろ。そんなローラースケートの代わりなんてものはめったにないと思うんだ。もぐもぐもぐ。さくらのやつまだバナナ食って、バナナの皮違う？はあ、キャッ、ごめん、びっくりさせて。そのバナナの皮俺にくれないか。いいよ、これアホだのバナナらしい。 お前またオレンジのやつを。でもよかった、これならローラースケートにも負けないぞ。私滑ったことないけどさ、そんな滑るもんなん本当に。ストーリーが進行しました。バナナの皮を手に入れた、これは使えそう。でも実際に滑ったことがある人がおるけん、こういう感じになったのかな。バナナの皮といえばみたいな。バナナの皮ありがとな、オレンジなんだけど。いいよ、またアホダの家に行くね。バナナ目当てだろ、買い足しとくかなんだかんだ優しい桜よ。なあ若葉、ローラースケート持ってる？それボケてるつもり？本気だよ。あ、ローラースケートの代わりになるものでもいいんだ、滑れさえすれば。大丈夫大丈夫、もう十分滑ってるわ。くっ、顔当たろう、うまいな。ごめんなさい、扉を開ける方法何も思いつかなかったんです。いいよいいよ、俺が何とかするからさこんな時に深夜さんのお役に立てないなんてダメですね、シャキッとしなくては。わ、私も男子トイレに火星に。ダメダメダメ、大丈夫だよ、その気持ち深夜に届いてるよ。さくらは連れて行こうとしたのに、しずきちゃんはダメなのか。さあとりあえずよし、バナナの皮を片足にセットして。考えたね、アホダくん。でも、バナナの皮は1枚しか手に入らなかった。え、でも切り離したら別に3人分使えるくない？はん？片足だけで滑るっかい？しょうがないだろ、他になかったんだから。アホだ。これ、使いなよ。もうなんかね、さっぱりしたね。ヒカル、それお前の大事な。僕にはスペアがある。いいから急ぐんだ。もうなんか、いいよ、すがすがしいよ。ああ、わかった。バナナの皮、カツラ。セット、スタンバイ。遠くに見えるハゲ頭が。行くのさ、アホダくん。うおー、深夜ー。どうなった？すげえ音だけど。てててて。いる。え、なんか口。おい、深夜。ピクリタブ動かない。死んでる。気
づくと赤木にビンタされていた。何すんだ、こんな時にしっかりしなくてどうするんだい。ああお前の言う通りだ。2回もぶつな。僕はみんなを呼んでくるよ。その頭で大丈夫、スペア早くかぶった方が。その日メンバーから笑顔が消えた。深夜がどうしてあんなことに。え、死んだの本当に。僕らが来た時にはもう、くっ、もしかして私のせい。下剤が原因というより、あれはどう見ても誰かに。どなたに襲われたというのですか。待てよ、深夜はずっとトイレに閉じこもったんだぞ。なんてことだ、つまりこれは完全密室事件。とにかくまずは警察に。いいのかアホだ。え、他人に僕たちの仲間を任せても。はは、僕も同感なのさ。見つけようじゃないかい。そうです、私たちの手で犯人を。みんな、ほんとバカ、バカすぎてあんたたちだけに任せてらんないわ。オッケー、犯人探し頑張ろう。若葉、さくら、あ、俺たちの手で真実を暴こう。誰がどうやって深夜をやったのかをな。ストーリーが進行しました。事件名が変更され、現場を調べられるようになった。事件名何、深夜事件じゃなくなったん。いや、深夜事件や。深夜寝てるの。若葉に言われて、さくらだけはあの悲惨な現場を見せていない。寝てるの。寝てるんだとしたら、さっきの若葉の涙、若葉じゃねえ、さくらは何やったん。ああそうだよさくら、深夜は寝てるんだ。アホだ、大丈夫。さくらに気を使わせてしまった。寝てるだけなら泣かねえわ。私が下剤なんて渡さなければ。どのみち深夜はトイレに行ってたよ。え、あんなに水を飲んでたんだぜ。だからあんまり自分を責めるなよ。バカ、何をアホだのくせに。どうした若葉、なんか顔が赤。むしるわよハゲ。やめてあげて。もうむしってるよ。開きな女。マジでアホだのこと好きなの。もっと僕がみんなを見ていれば。そんなの誰だって無理だよ。でも、ちょ待って、あの光のそのポーズは一体何なの。僕がもっと周りを見ていたら、深夜は今だって。光、悲しむのは後でいくらでもできる。ああ、今は捜査だ。悲しいのはもうこの頭だけで十分だよ。もういいよハゲネタ、たまげたね。ああ、一体犯人はトイレの中の深夜をどうやって襲ったって言うんだ。僕ら3人がかりでも開かなかった扉さ。扉にイケメンが触れると照れてたちまち開かなくなるのさ。直接調べた方がしそうだな。深夜さん、こういう時なんで声をかけたらいいんだ。ダメですね私、今は捜査に頭を切り替えなければ。しずきちゃんは何か気づいたことはあった。はい、お一つだけ。深夜さんが倒れていたということは、何か倒れるほどの強い衝撃を受けたということですよね。強い衝撃か。ストーリーが進行しました。いろんな謎が増えた。なんだそのぼやっとしたのは。ん？なんかまだ、やっぱりまだ落ち込んでるよな。しずくちゃん。はい、なんでしょう。しずくちゃんってさ、どんな人がタイプなの？今？あ、これはちなみに全員に聞いてるアンケート的なやつね。そうでしたか。いや、おかしいやろ、アンケートのタイミング。メガネで一見知的に見えて、メガネで、いっそ名前言ってくれた方がマシだよ。あと、面白い浴衣です。そっか、あのさ、しずくちゃんを好きな人はいっぱいいると思うな。そうでしょうか。だから、なんていうか、レッツ新しい恋を。ふふ、アホださんって面白い顔なさるんですね。顔。今の発言重要なんじゃないのか。いや、重要じゃないやろ、別に。大したことじゃない。まあいいや。もうこっからは重要な証言集めで。犯人は捕まえられそうかい？正直手がかりに自信がない。ははん。今度こそ君は僕に感謝するはずさ。どうせろくでもないこと言うに決まってる。楽屋に向かう途中、トイレから声が聞こえた気がしたのさ。お、これは普通に重要じゃない？重要重要。今の発言、覚えたからな。
アホだ、こんな時に言うのもなんだけど。なんだ、言ってくれ。行きの交通費返してもらっていいかな。無一文から230円だったか。てか返せるんならさ、行き交通費貸してもらう必要なかったことない？どっから湧いた？何、その間になんかバイトでもした？うん、いいかな。今はごめん、行かせないよ今は持ってないんだよ。そりゃそうよね。めっちゃ近づいてきた。じゃあ見せてもらうよ。ごそごそ。あ、勝手に俺に財布を。アホだ、帰りの交通費どうするつもりなんだ。重要やけど、重要やけど事件には関係ないかな。まあよくはないよさくら、あんまり走っちゃダメよ。はーい。めっちゃ走るやん。何、高速移動？若葉ってさ、なんでさくらについて回ってるんだよ。放っておけない子が好きなのよ。頼ってくる人が好きってこと？さくらは私に頼らないわ。私が勝手に世話を焼いてるだけ。そして嫌いなタイプはキノコ派で変態で物分かりの悪いバカ。重要っちゃ重要。深夜のことやとしたらね、犯人の動機につながるということで。お腹すいた。まだ食べる気か。まあさっきはバナナの皮ありがとな。うん、地味に気になったんだけど、なんでバナナが好きなんだ。若葉との思い出。若葉との思い出、聞きたい、知りたいけど、知りたいけど事件には関係ないかな。なんか、あ、そっかそっかそっか、壊した剣か。現場の男子トイレだ。この扉に秘密か。閉まってる時は赤いマーク。これくらい俺でも知ってるけど。ん？マークの下のくぼみ、これはなんだ？え？これはなんだってどういうこと？え？え？普通じゃない？別に。違う。強い衝撃を受けたとなると、まさか犯人は、ダークフレームゲソードを繰り出したのか。ブン。必殺、ダークフレームゲソード。何、ダークフレームゲソードって。説明しよう。ゲソードは振り下ろすと、ボイス付きでイカレットに必殺技を繰り出すことができるのだ。間違いなく強い衝撃だ。壊れたゲソード。あ、壊れとんや。ほんと、なんかヒビ入っとんかな。2980円、かっこ税別で、ダークフレームゲソードが出せる。安いねダークフレームゲソード。大丈夫か、深夜。キノコの村、ビター味。深夜の口の中のキノコと一緒だ。なんでビター味ってわかるの、口の中の。ちなみに余談だが、俺はビター味は食べない、苦いから普通。みんな大好きキノコの村、俺はビターは苦手。ふんふん。何これ。ん、なんだこれ。半透明でツルツルしてて、どっかで見た覚えが。四角い何か、薄くて硬い、ゴミかもしれない。でも一応拾うんやね。う、目を染めくたくなる光景だ。いろんな意味でね。深夜には悪いけど、犯人を捕まえるまでは現場を保存しておかなくちゃな。パシャ。深夜はどういうわけか密室のトイレで襲われた。ダメだ、考えても手口がわからない。こんなむごいことができるやつがいるなんて。むごいんかどうかはわからんけど。う、現場の斜面、深夜の無残な姿。確かにプライドの高いやつからしたら無残かもしれんけど。なんか増えた。ん、深夜の服から紙くずが落ちてきたぞ。くしゃくしゃ。ん、お前はしずくちゃんにふさわしくない。どうしよう。俺以外にもしずくちゃんを好きなやつがいたなんて。赤木また。手紙、深夜の服から落ちた。強い愛を感じた。愛というか、なんというかね、すげえ、ひん曲がった愛やけど。まあ、あとは、この辺はもう別に何もないんかな。ないね。こんなもんかな？じゃ、とりあえず捜査終了します？もう一回調べる？いや、別に何もない。じゃ、とりあえず、そう、この先は別に何もないよね。ないね。捜査終了。証拠も揃ってきたし、みんなを集めるか。深夜、お前の仇は俺が取ってやる。ってことで、なんか
回証拠少ないけど大丈夫？ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。